あなたの人生にもそれは起こりうる。この子が何か変なことを言っていまして。死ね死ねって言葉が頭で鳴り響くの。電化製品はすぐに壊れるし、物が勝手に動いたりして。静かに。怖がると例の思うつぼよ。自分が死んでること分かってないのね。初めて会ったよ、本物の霊能者。誰かいますか？辺り起こす幽霊も本当にいるし、あの世ってのも本当にあるんだ。何なのそれ、気持ち悪い。何度死に直しても死ねなくて。死ねば終わりだと思って自殺しても楽にはなれないの。死ね。相手は悪魔よ。悪魔は人間の欲につけ込み、地獄に引きずり込むの。強い、強すぎる。人間はいつか必ず死ぬ。悔しさも至らないところも全部受け止めて反省しなさい。お前には負けない。私は神様と共にこの地上に正義を打ち立てる。心霊喫茶エクストラの秘密、ザ・リアルエクソシスト。